こんにちは、産婦人科医の高橋玲奈です。本日はミレーナについてお話をしようと思います。ミレーナのパンフレットはこちらです。こちらですね、バイル薬品さんが出しているものなんですけれども、ここミレーナと書いてなくて IUS って書いてあります。ここに書いてあるんですけど、子宮内黄体ホルモン放出システムっていうふうに書いてあります。簡単に説明すると、ミレーナというのは IUS です。IUS は黄体ホルモンであるレボノルゲストレルを子宮内に持続的に放出する子宮内のシステムです。現在では世界約130カ国の国で使用されております。じゃあミレーナどういうものかというと、ちょっと見ていきましょう。これ模型なんですけれども、こんなものです。あの手のひらに全然収まっちゃうぐらいすごく小さいものなんですけれども、こういうものを子宮の中に入れます。子宮の模型がこちらなんですけれども、まあ、もうちょっと実際の子宮は大きいんですけれども、こういう感じで入ります。外来で簡単に入れることができます。だいたい数分あれば普通に外来で入れることができます。でお産をしたことがある人もお産をしたことがない人も入れることはできます。ただお産をしたことがある方っていうのは子宮口が開きやすい状態なのに対して、お産をしたことがない方っていうのは子宮口が開きにくいので、もしかするとちょっと違和感が強かったり痛みが強かったりっていうのが一時的にある可能性があります。 IUS ミレーナのメカニズムなんですけれども、子宮内膜に作用します。子宮内膜っていうのはこの子宮の一番内側にある膜なんですけれども、ここが分厚くなって妊娠が成立しないと子宮の内膜が剥がれ落ちて生理になるんですけれども、この子宮内膜っていうところを薄っぺらくします。薄っぺらくするってことは月経量を減らすことができるんですね。でうまくいってもう子宮内膜がペラペラになってしまうと、生理自体このミレーナを入れてる期間はなくなります。もし出血があったとしても、子宮内膜がすごく薄っぺらくて排出される血液の量も少ないため、生理痛を感じることが少なくなります。で生理痛っていうのは中にある血液の量が多ければ多いほど、それを頑張って排出しようとして子宮が収縮したりとか、この細い子宮頸管、子宮の出口をですね、大量の血液が通ることによって痛みを感じたりするんですけれども、子宮内膜が薄くなくて排出する血液の量が減れば、それだけ痛みが少なくなるということになります。IUS ミレーナはですね、避妊にも使われます。避妊の場合は保険適用ではなく自費になってしまうんですけれども、子宮内膜が薄くなるので受精卵の着床を妨げます。また子宮の入り口の粘液を変化させて精子が子宮内に入りにくくします。でここまで聞いてお気づきの方もいらっしゃると思うんですけど、ミレーナは子宮内膜だけに局所的に作用します。なので内服薬のホルモン剤などと違って全身に作用するわけではないので、血栓のリスクがある方、タバコを吸ってる方とか年齢が高い方で、ピルを飲んだりホルモン薬の内服ができない方っていうのもミレーナだったら安心して使うことができます。あとはですね、ピルを毎日飲み続けるのがめんどくさいとか、どうしても飲み薬だと飲むのを忘れてしまうっていう方だと、お薬を飲まずに避妊ができたり、あとは生理痛のコントロール、生理の量のコントロールができたりするので、お薬を飲むのが難しい方もおすすめしてます。ミレーナなんですけれども、適してる方と適してない方がいらっしゃいますので、詳しくミレーナの適用になるかっていうのはおかかりつけの産婦人科医に聞いてみてください。でミレーナを入れる前に何を行うかというと、一般的な子宮とか卵巣が異常がないかっていう検査をさせてもらいます。子宮頸がんの検査だったり、あとは超音波検査で子宮や卵巣のサイズだったり、何か腫瘍とか異常がないかっていうのを見ていきます。ミレーナっていうのは月経困難症とか肩月経が保険適用になるんですけれども、もし何か子宮筋腫とか子宮内膜バックポリープのような器質性の疾患でそのような症状が起きている場合というのは、元々の原疾患の治療を最優先します。あとは妊娠していないこととか性感染症にかかっていないかっていう検査をさせてもらいます。いつどのように装着するかということなんですけども、生理が始まって7日以内に装着します。ただこの辺は医療機関によって異なったりする場合もありますので、医療機関で聞いてみてください。ミレーナの副作用なんですけれども、入れる時に、まあ、ちょっとした痛みがあると思います。全く痛くないっていう人はあまりいないと思いますね。お産をしたことがある人であれば痛みは軽いかもしれないですけど、
お産をしたことがない人っていうのはちょっとお産をしたことがない人に比べるとちょっとお腹が重たいような感じの痛みが挿入時はあると思います。ミレーナを挿入したその当日と次の日数日ぐらいはもしかすると生理痛みたいな重たい感じがある方もいらっしゃると思います。あとは不正出血ですね。最初の数ヶ月ぐらいは不正出血がある方っていうのが結構多いです。多くの方がですね、最初の1ヶ月に関してだと半分以上の日数不正出血があるって方がいらっしゃいます。まあ、ただその出血っていうのもだんだん日が経つごとに収まってきます。でこれがもう何ヶ月経っても1年以上経っても全然収まらないっていう場合には婦人科に相談してください。あと卵巣嚢腫ですね。これはホルモン的なもので一時的に卵巣嚢腫見られることもあるんですけれども、それも基本的に問題ないようなものであれば定期的に何ヶ月かおきにエコーの検査をしていきます。あとはミレーナが子宮の壁の中に入り込んでしまう、あとはこう子宮をこう突き破って腸の方に出てしまうっていうような症例が非常に稀なんですけどあるんですね。まあ、ただゼロではないので、ミレーナを入れている時にすごくお腹が痛いとか何か違和感があった場合には産婦人科を受診するようにしてください。ただいろいろ副作用だったり人によって個人差はありますが、あることもあるんですけれども、一旦入れて落ち着くと生理の量が少なくなる、生理痛が軽くなるというようなすごく画期的なものなんですね。なので、気になる方は産婦人科で聞いてみるといいと思います。ただミレーナを扱っているところと扱っていないところがあるので、事前に産婦人科を受診する前にミレーナを扱ってますかっていうのを聞いてもらえるといいと思います。あとは自費でしかやってないところとか、いろいろあったりもするので、そういう点も事前に聞いてもらえるといいんじゃないかなと思います。で、あとは産婦人科のクリニックによっては聞いたことがあるのは、お産したことない人には入れませんっていうのを言うようなところもあるので、調べてもらうといいと思いますね。あとはですね、ミレーナを扱っているクリニック、医療機関だとしても、その時にミレーナが医療機関の中に置いてない場合もありますので、例えばその時ミレーナを入れたいですと思って月経始まって7日以内に受診したとしても、当日に入れられない場合はあります。予約制だったりする場合もあるので、それは当日に入れられないこともあるというふうにご了承いただけるといいかなと思います。じゃあミレーナを今日入れましょうってふうになった時にどうするかというと、内診台に上がってもらいますね。で足を開いて、超音波検査をします。で子宮の向きだったり子宮のサイズだったりを確認します。であとは次に、私の場合はなんですけれども、ゾンデといって細い針金みたいなのを子宮口から子宮の中に入れて、だいたい子宮のこの子宮腔内って言うんですけど、子宮がどのくらいの長さなのかっていうのをその金属で測ります。でそれは金属の細い機械なんですけれども、それが入らなければミレーナを入れることができないと判断して入れません。それがすんなり入れば、ミレーナも入るなと判断してミレーナを入れます。でミレーナなんですけれども、こういうふうに開いてるんで、これって子宮の出口通るのと思うかもしれないんですけど、最初はこれプラスチックのストローみたいな細い筒に入っていて、こういう風に羽が閉じてるんですね。これよりちょっと太いプラスチックのストローみたいに入ってるんですけど、それをですね、子宮の出口からズズズズズズと入れておきます。でそのプラスチックの筒を引っ張って抜くと、このように広がるというシステムになってます。でこの針金なんですけれども、子宮口から1センチから数センチぐらいこうやって露出させます。でこれは何でかっていうと、毎回の診察の時にちゃんと針金があるなっていうのを確認する目的もあるんですけれども、ミレーナっていうのは5年間有効で、5年経たないうちに入れ替える、もしくは抜去するんですけれども、これを引けば実は簡単に抜けます。なので引っ張るための糸でもあるんですね。で実際にこのサンプルって結構ミレーナ置いてる医療機関だったらあると思うんで、触ってもらえるといいと思うんですけど、すごく柔らかいです。なのでこれは膣に当たって何かすごく痛いっていうことはほとんどないと思います。実際にそういうふうにおっしゃられた方も私の患者さんではいらっしゃらないです。ただこれがちょっと出てると、セックスの時に男性器が当たって男性の方が痛い、違和感があるっていう風におっしゃる方もいらっしゃるんですね。そういう時はここの針金の長さ、
針金というか糸というかその長さを切ったりして調整したりしますので、何か違和感があったりする場合にはかかりつけ医にご相談ください。で、先ほどミレーナは5年間有効というふうに言いましたけれども、その前に取り出すことはできます。例えば5年以内に妊娠したくなったっていうふうになったら、先ほどのこの糸をピョンと引っ張るだけですぐに外来で取れます。ただこの糸が見つからないとか、この糸が子宮の出口からこう中側に入ってしまうことがあるので、その場合はちょっと時間かかる場合もあります。で、避妊効果なんですけれども、どんな避妊方法でもですね、完全な 100% っていうのはなくて、ミレーナも同じなんですね。ミレーナを正しく使用した場合、1年間に妊娠する可能性っていうのは 0.2% っていうふうに言われています。これは1年間正しくミレーナを使用した人の中で500人に1人は妊娠することがあるというデータになります。ミレーナを入れた直後から避妊効果があります。ただ性感染症を予防するものではないので、もし心配な場合はコンドームを使用するようにしてください。ミレーナはレントゲンに移ります。例えば健康診断でレントゲンを受けたりする予定のある方は、事前にミレーナを入れているということを医療機関に伝えましょう。MRI 検査も普通に受けることができます。ミレーナっていうのは子宮内膜に局所的に作用するっていうふうに先ほど言いましたけど、逆に言うと子宮内膜にしか作用しないんですね。ですので排卵は普通に起こります。一部の方で排卵されなくなる方っていうのもいらっしゃるんですけど、それ裏を返すと排卵による何か自覚症状がある方っていうのはそれは改善されない場合があります。また子宮内膜局所的に働くので、今現在子宮内膜症のチョコレート農法があったりする方っていうのは、それが確実に縮小する方法ではありませんので、医師に相談するようにしてください。子宮内膜症っていうのは生理を繰り返すたんびに悪化してしまうので、ミレーナ自体生理がなくなったり生理の量が減れば子宮内膜症自体の悪化を防いだりもできるんですけれども、現時点である子宮内膜症に関しては縮小する効果はないというふうにされています。生理でお困りの方や避妊で悩んでる方、世の中にはいろんな治療法があります。自分で選択肢を狭めずに、いろんな選択肢があることを頭に入れて、うまく産婦人科を利用してみてください。それでは気軽に産婦人科を受診してください。